ピザハンバーグうまかったよ。本当？うん。よかった。もうだからハンバーグハンバーグ言うからレシピ一生懸命調べちゃったわ。ありがとう。それでさ、うん、秋下にそらもう受験控えてんだろ。そうね。やっぱナーバスになってんのかな。かもしれないわね。やっぱ受験でいろいろ考えちゃうことすごい多いみたいだから。まあな。ちょっと心配だわ。それよりあなた、うん、今晩本当にいいの？いやいいよ、全然。本当に？なんで？だってあなたいつもそうやって言うけどすぐ寝ちゃうじゃない。疲れてんだもん、それも頑張ってるけどさ、ほら。はい、もしもし、工藤です。はい、あ、部長、え、あ、資料ですか？今からですか？あー、そうですね、まあ、はい、もうできてはいます、はい。わかりました、じゃあ、届けます、はい、失礼します、はい。いや、そうなんだ。ちょっと資料さ、届けなきゃいけないなっちゃってさ。今から？うん。お仕事をね、頑張ってくれるのもありがたいんだけど、たまには私のことも考えてもらえたら嬉しい。ね、それ分かってる。仕事だからさ。そうね、お仕事だもんね。ごめん、しょうがないよ、それは。な。ただいま。お帰り。疲れてるの？え、あ、いや、そういうわけじゃないんだけど。お茶入れてあるから。ご飯は食べた？あ、今日は大丈夫。あ、ほんと？うん。お前なんか元気ない。いや、そんなことないよ。最近なんかほんと体調でも悪いの？顔色もなんか沈んでるみたいだけど。うん、大丈夫だから。いや、元気ないよな。ねえ、なんか学校で会ったのか？うん、うん。いじめとかそういうことじゃないのか？いや、いじめられてはないよ。本当か？うん。父さんと母さんにそういうことはちゃんと言ってくれよ。うん。ねえ、お友達とかね、受験とかでピリピリしてるのかもしれないけど、私たちも話なら聞くからいつでも言ってね。うん、ありがとう。ねえ、そろそろお風呂入れようかしら。うん、あなた入ってく？いや、これから仕事行くのに入らないよ。すごいね。あ、じゃあ今日さ、うん、僕が風呂掃除するよ。あら、珍しいよね。うん、うん、いいの本当に。あ、大丈夫だよ。じゃあ、綺麗にしてくるね。あ、ありがとう。こっちも、うん、どうしたのかしらね。うん、でも時間も遅いしね、お仕事頑張ってくれるの本当ありがたいんだけど、あまり無理しないでね。ありがとう。愛してるよ、美さん。言葉だけじゃなくて態度で示してよ。じゃあ行ってくる。行ってらっしゃい。気をつけてね。